はい、皆さんこんにちは、ラーナです。で、結構最近暑くなってきましたよね。どうですか？もう私はね、今日休みでいろんなところにちょっと遊びに行って、で、すごいたくさん汗をかいて、で、今すごいなんかお腹めちゃくちゃ空いてきて、さっきもね、このソルティライチではないなんですけど、このちょっとライチが入ってるのちょっと甘みがあって、でもすっきりするってみたいな感じ。今日はですね、これで乾杯したいと思います。はい、贅沢絞りのライチ味です。やみつきのエビ餃子ね、プルプル感がすごい。はい、で、これではキンパになります。一応今回の食べ物はすべて成獣石のものです。ちょっと贅沢な感じですね。とりあえず頑張るね。はい、皆さん今日も一日お疲れ様でした。はい、乾杯。あ、おいしい。うん、なんかすごい疲れた日にめちゃくちゃおすすめ。いいね、これ。なんか夏っぽい味だし。今日の動画ですね、日本に来てから私はどういう風に変わったとかっていう動画にしたいと思います。なんか自分のね、性格だったりとか、あと世界観だったりとか、なんかもう8年間で日本人を相手にして暮らしてみて、自分がどういう感じになったのかな、ちょっとお話ししたいと思ってます。まあ、でもお腹空いてるので、とりあえずちょっとだけご飯いっちゃいますね。とりあえず餃子からいきます。こんな感じ。よし。あ、でもちゃんとね、エビが入ってる感じだね。うん、うん、甘みも強いし、なんか味が優しいもの食べたくなったらこれがいいかもしれないね。はい、次これいきますね。はい、なんか中身結構いろいろ入ってる。うん、オムレツ、人参、きゅうり、ごま、あとそこそこ肉もついてるよね、ちゃんと。はい、うん、あれね、こっちの方が好きかも。ちょっとつけて食べようか。うん、うん、疲れててすごいお腹空いてる。結構進みます。はい、じゃあ話に戻りましょうかね。日本に来て自分の中で変わったこと。とりあえず私はもう日本人と同じように、あんまり周りの人に迷惑をかけないようにになりました。例えばさ、ね、昔の性格でしたらもう普通にね、なんか自分で難しいことがあったらとか、わからないことがあったらとかね、仕事だったらね、別に先輩とかにこれはどういう風にした方がいいとかって聞くだけじゃなくて、もうほぼ、あ、すいません、これわからないので、ちょっと手伝ってもらっていいですかとかって言って、それでね、向こうは自分の時間をかけてやってくれてるのに、こっちはなんかあんまり参加してない。楽にしちゃってるだけっていう感じでしたんですけど、今ですね、やっぱ、どれだけわからないことがあっても、とりあえず自分でいろいろね、考えてやってみて、で、それでもダメだったら、やっぱね、上の人とか先輩の人とかに一応少しだけ相談して、で、それでもダメでしたら、もう後でちょっとまあ、一緒にやり方を教えてもらったりとか、人にお願いしちゃうとすぐ解決できるなんですけど、自分の時間よりかはやっぱ人の時間の方が絶対に大事にした方がいいって思ってるので、ちょっとまあできるだけ人に迷惑をかからないように心をかけています。
はい、その次ではずっと笑顔でいられるようになりました。ねえ、自分の地元だとさ、なんか私も全然理由がわからないなんですけど、あんまりね、知らない人にあのね、笑顔をしてくれないことが多い。でしかもさ、何もなくて普通にもう街中で歩きながら笑ってる人がいたら、絶対になんか指を刺されて、いやこいつは頭おかしいぞとかってみたいなことに言われるかもしれないですよ。なんですけど、日本はね、なんかあのみんなが親切だからかどうかわかんないなんですけど、おもてなしっていう文化があるから、まあとりあえず相手にちょっとあのなんだろう、相手がいい気持ちなるようにしてくれたりとか、まあとりあえず自分で笑顔でいれば相手もあの笑ってくれるので、で多分その感覚でやってるじゃないかなって思います。で自分もね、あの自分で例えば笑って、大抵がなんか喋ったらもう真顔されたらすごい嫌になるじゃないですか。人とコミュニケーションをとって自分が笑顔になれば、ね、だんだんね、この周りの人たちも笑顔になるから、その感覚がすごく好きです。だから今はね、すごいあの毎日ハッピーに生きてます。まあまあまあ、日本でもちょっと笑いすぎると周りの人にお前はバカかって言われる可能性もあるだと思いますけど、まあ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 、とりあえずまあやりすぎないように、まあなるべく悪いことがあってもなるべく笑顔でいられるようにしています。あら、次では、まあなんかそれはね、いいことかどうかちょっと微妙にわからないなんですけど、あんまり思ってることを言えないようになってしまいました。なんだろうね、ロシアだと自分の意見はすごい何でもあっても必ずみんながはっきり言います。で、なんかはっきり言わないと周りもどういうふうに動けばいいのはわからないし、どういう感じしたら解決していくのはもうわからないので、やっぱこの文化で育てられてみんなすごい、まあ、物事をはっきり言います。好きな人が言っても嫌いな人が言っても、もう好きか嫌いはすごいはっきり分かれています。でも日本に来てからね、なんか嫌いな人にもう嫌いって言ってしまったら、向こうの気持ちも傷つくかもしれないし、あと一緒に仕事することになったらすごい仕事をしづらくなったりとかもしちゃうので、あまりね、やっぱ日本では、プライベートはプライベートで仕事は仕事、もうできるだけそれをはっきり分けられるようにしました。なんだろう、好きな人が言ったらちょっと好きな人にそのまま好きって言ってしまうと、なんか日本だってさ、まあ喜んでくれるっていうよりかはすごいなんか、え、なんでこんなに限り言うの、どうしたのとかってみたいになるからね、なんだろうね、なるべくちょっと難しいですね、この説明。人に間違いがあって直すことがあったらやっぱちょっと柔らかめ、例えばそれはダメっていうよりかは、とりあえずまあまあまあ、私だったらこういう風にした方がいいと思いますよってみたいな優しい感じで教えた方が絶対に役に立つと思います。はい、その次では完璧主義になりました。で、私はね、人間として結構適当なやつで、まあ自分のこと適当なやつっていうのはあまり良くないかもしれないけど、まあ何でもあってもとりあえずまあなんとかなるでしょって思うタイプなので、仕事面もね、なんかまあもちろん頑張ったりとかはするなんだけど、
でも頑張ってもなかなかうまくいかなければもうもうなんだろう、まあ適当でいいやってやっぱ思ってしまうし、まあ日本に来ちゃってからちょっとね、みんなのそのね一生懸命頑張ってる姿を見て、やっぱ自分もそういう風にしないといけないなって思って、でなんか自分の中で完璧だと思っても周りの人にも確認してまだ直せるところがあったら絶対にねさらに頑張って直したいと思ってます。まあでも完璧主義にプラスちょっと働きすぎが出てしまうので、そちらだけはまあねちょっと気をつけた方がいいかもしれませんね。あと最後なんですけど、一応まあ美容系になっちゃいますが、まあ、皆さん美容系は多分あんまり面白くないと思ってるかもしれないなんですけど、日焼けしないようになりました。昔はねやっぱ私は18歳ぐらいの頃、なんか地元ですごいこう日焼けてる人がすごい人気で、とりあえず体を日焼けた方が健康的に見えるから、みんなすごいね夏になると一生懸命、まあ、川とか池とかのところにわざわざ土日でかけて、まあ、日焼けしたりとかしていました。なんですけど日本に来た時からやっぱ周りの人ってすごいあの、ね、美容とか美白とかにこだわっていて、それでちょっとねまあいろいろねネットで調べたりとかしてて、あ日焼けってやっぱ体に良くないし肌もねなんか老化してしまうし、だからもう自分もねちょっと気をつけた方がいいなと思って、で気をつければね肌もずっと赤くなれるし、ものすごく美白っていう感じではないなんですけど、毎日日焼け止めを使っています。で結構私はアクティブでお出かけすることがものすごく多いなんですけど、あの日焼け止めが欠かせない。うん、最後のやつだ。これはね普通のサワーだと思って中に焼酎が入ってると思ったら、これはねなんとウォッカだって。ウォッカなんかウォッカ感がない、一切。よしもうなんか全部食べて全部飲んで、あー最高に良かった。じゃあ皆さん今日も動画を一番最後まで見てくれてもう本当にありがとうございます。でこの動画が面白いと思ったらぜひいいねを押したりとか、あとコメントを書いたりとかしてください。じゃあまたお会いしましょうね。じゃあねー。